いいんですよ。それではもう最初のですね、あの講演からちょっと私の方で司会させていただきますけれども、最初はですね、郷美智子先生にお話をあのことにいたします。郷先生は最初にちょっとご紹介いたしますけれども、理学博士でございまして、お茶の水女子大学で物理学を学ばれまして、名古屋大学の大学院生の時に東大に大型計算機に出現しました。 DNA の統計力学研究で博士も取得され、コーネル大学の科学ケミストリーで3年間のポストドクをやられて、タンパク質とそれで遺伝子のですね、ベータベースをこう両方をですね、そういうことに大変魅力を感じられました。その分子進化学、生命情報学の方にこう進んでおられて、そちらで今アクティブにやっていきます。お二人の子供さんを育てられた中、その間にですね、タンパク質のモジュールですね、いろんな今有名になりましたけど、それを発見されました。旧大の理学部の生理科学の助手の時もですね、その時、今日は後でお話しされます橋本律子先生とつながりがあるということを聞いてます。そしてその後、名古屋大学の理学研究科の教授、それから長浜バイオ大学の学部長で、お茶の水女子大学の学長、そして情報システム研究機構の理事、日本生物物理学会会長、日本進化学会の会長、総合、科学技術会の有識者議員とかですね、日本学術会の会員とか、それから日本教育審議会の委員などおりまして、現在、名古屋大学の理事と長浜バイオ大学の特別研究教授をしています。ということで、郷先生の話を伺います。どうぞ。郷でございます。あのご丁寧なご紹介いただきまして、皆さんありがとうございます。私の今日最初のお話をさせていただく講演です。あのイントロダクションでございますが、あのタイトルがちょっと堅苦しい日本の大学における人材育成のあり方だというのをつけまして、これちょっと堅苦しいので、副題にですね、キャリアを描ける大学へと少しこういうのをつけさせていただきました。あの短い時間ですので、あの例えば文科省がこういうプランを言ってますとか、そういう話じゃなくて、実際に大学で今あの学生の人たちが何があの必要と思っているかという、そこのところについて私のちょっと思っていることをお話しさせていただきたいと思います。今大学は随分いろいろと変わりつつあるということで、その中で2つだけ今日はお話ししたいと思います。一つはですね、あの数理データサイエンス分野への人材養成、今先ほどあの宮先生がちょっとデータをもとに生命科学をとおっしゃったんですけども、あのこれは生命科学だけではなく、あらゆる分野におけるこの数理データサイエンスという、こういう、まあ、情報と言ってもいいんですけれども、つまり今インターフあのスマホとかいろんな情報、手段が進んでビッグデータがたくさん集まっています。それでそれを研究とか産業へ活用するという、そういう情報学部の創設というのを実は明日名古屋大学に情報学部ができます。明日来ます。今まで工学部の中に情報学科というのがありましたけど、情報学部というのは実は日本の大学の中で情報なんとかってつくのはあるんですけど、情報学とか情報科学とかいうそういう学部っていうのはほとんどあまりない、まあ、一つか二つです。それで、もう一つはですね、まさに今日の長浜バイオ大学では非常に早い時期に生命情報学コースというのを、おそらく日本で初めてだと思うんですけれども作られたと。これ2003年に創立の時と同時に作られています。それで現在はコンピューターバイオロジー学科という形で形は変えておりますけれども、生命科学に、コンピューターやあるいはデータベースを使って新しいサイエンスを、あるいは産学連携とかそういうことにしようという、そういうあの大学でございます。でもう一つですね、今日最近の話題として、名古屋大学に今私おりますが、大学院生、まあ、学生さん、あるいは教員、すべての構成員がベンチャーを作るとしたら、それをあの支える、そういう仕組みが
ができておりまして、40人くらいの、まあ、URA というんですけども方たちがもうそのために専門にですね、今は大学で非常にアクティブに働いております。でその中で今日私の話の時間の一部を使わせていただいてプログラムはなかったんですけども、大学院生の、野本美香さんが実は素晴らしいご研究、基礎研究の中で、大きな発見をされまして、それが実はベンチャーにつながっているというお話を彼女に直接していただきます。私がするよりもご本人にしていただければいいですけど、急遽来ていただいたということでございます。そういうことですが、近藤学校ではですね、やっぱり今理科系の科目っていうと、こういう数学、物理、化学、生物学、地学、ね、あとは文系の学で、大学はですね、理学、工学、まあ、いろいろありますが、情報学部っていうのはどうもあらゆる高校の時にどの科目をやっておけばいいんですかじゃなくて、もうほとんどいろんな科目が全部新しい情報学の中に入ってくる、そういう学問分野だと思っていただいていいと思います。今それをここにこうや専門に結んでおりますけども、じゃあ具体的にどういうことかということでお話ししたいと思います。で、数理、データ科学の時代っていうのは大きく言って3つの、まあ、中身といいますか、ある、まあ、内容があるかというふうに思っていますが、一つはいわゆる情報学、狭い意味の情報学ですね。でこれはこの分野で出口はとても多くて、いわゆる情報科学の専門家育成する、まあ、とりわけ自動車の自動運転とか、今ですとドローンがもう、あともう、まあ、すぐですね、荷物はみんなドローンが運んでくれるんじゃないかとか、もうそういう非常に早くいろんなことが情報とインターネットで動いてますが、そういう、まあ、介護ロボットもそうですし、人工知能もそうですね、こういう本当に情報の最先端の仕事をするそういう分野と、それから理系のいろんな分野に、例えば生命科学もそうですし、そういったところにですね、専門の従来の専門に加えてデータ科学、要するにデータを分析したり使うことで、さらにそういった研究を進められるという、例えば生命情報学もそうですし医療情報学とか、まあ、防災情報学とかいろいろあると思います。
塩基配列、DNA の塩基配列や、あるいはタンパク質の立体構造など、生物学の基礎研究をデータから、まあ、コンピューターを使う計算で医薬品がデザインするようなものになってきていると、まあ、こういうことを表した絵をお借りしてきました。で、実際に基礎研究の成果を利用して、オールジャパンで薬をデザインするプロジェクト、まあ、日本のプロジェクトで創薬基盤プロジェクトというのがもうずっと走っております。で、ナノアバウダークでもそのプロジェクトの一員として頑張っておられるということでございます。で、もう一つ、先ほどちょっと申し上げましたけど、明日発足する名古屋大学に新設された両学院のことをちょっとお話しさせていただこうと思います。これは、まあ、先ほどのお話からはもう明らかですけれども、結局理系だけの分野じゃなくて分離融合の分野であるということですね。で、それ改めてもう一回具体的にじゃあどういう学科があるかっていうと、3つの学科がございまして、まあ、ちょっと先ほどの順序と逆転してみますけれども、まず自然情報学科っていうのがあるんですけど、これは、まあ、自然、まあ、これは現象とかですね、あるいは社会の現象、いろんなデータ分析をして、これをツーリングモデル化してコンピューターでシミュレーションして、あるいはデザインなどして、まあ、要するに情報科学の手段を使って理解を進める、あるいは問題の解決に役立てようという、そういうことが一番。それから2番目が人間社会情報学科という名前になっていますけれども、情報学を使って人間の心理とか、あるいは知覚の脳の働きとか、あるいはそういった仕組みを解明する、そういう能力を身につける、そういう学科。それから最後はコンピューターなんかでございますけれども、まさにコンピューターネットワーク、人工知能 AI などの情報に科学技術を専門的に学ぶと、まあ、これはまだまだ人工知能とかいろんなことがこれから高齢化の社会にとって役立つこともございますし、まあ、この3つの学科で、文系の方も入れると、要するに理系の方も文系の方も入学できるような、そういう分離融合の学部になっております。で、今日私一つもう一つお話したいことは、女性研究者の問題で、日本は大学だけじゃなくて企業も含めて女性の研究者の割合が 15% ね。で、米国では 34%、 ドイツは 28% ですから、まだ2倍もっとあっていいという、そういう感じです。で、名古屋大学、つい先週学位授与式ございましたけれども、全部学部、文系も理系も合わせてですけれども、博士を取得された方は女性 23.4% です。だからまだまだですね、例えばこの米国ドイツに行くと、もっと大学院も女性が増えてほしいという、そういうことを日本中、この名古屋大学はこうですけど、大体はこんなところかなと思いますけど、生命系はもうちょっと多いかもしれません。これはもっと全部含めて、工学系も含めております。それで、私自身がですね、自分の経験から言いますと、データ科学っていうのは女性が活躍してほしい分野だというふうに思ってます。というのは、自宅でも仕事ができる、特に今はインターネットがありますから、私の頃はまだインターネットはほとんどなかったので難しかったんですけど、うちでできる、これはもういろんな仕事がもう今企業さんでもですね、在宅勤務が広がっている時代ですから、研究は海の見えるきれいな場所でですね、気持ちのいい場所で、私は夢なんですけど、うちで仕事をして満員電車に乗って出かけるのは週に何回かね、3回か2回か3回かなという、そういう夢をずっと持ってきたんですけど、まあ、子育ての時はそういうことができてたらよかったと思います。もう子供も多くなって、今は別に満員電車もいいんですけど、でもこれは私の今でも夢です。で、こういう働き方とですね、やっぱり両立しやすいという、だから本当は誰でも働き方が両立できる必要はあるんですけど、でも特に情報関係の仕事はそういう意味では今でもメリットがありますよということを皆さんにも申し上げたい。まあ、男性でも違うんですね、ぜひ女性に限らないです。そういうことで、私のもう後の6分時間をですね、実は先ほど申し上げましたように、大学の変化の中でその学生でベンチャーを支援してますという、その実例として名古屋大学のあれですね、情報系にもいっぱいあります。この情報系はやっぱり一つの男性が多いんですけど、今日その話はちょっとご紹介する時間がないので、
生命研もいくつか今に入ります。そのお一人で、野本美香さんにぜひこの今 ご本人からあの大変な基礎研究をご自分で努力されて、その結果を名古屋大学の、まあ、機構がありまして、あの産学連携をお助けるこう先ほど申し上げました40名 の、 あの産業界からもいらっしゃり、非常にいい仕組みがあって、その方たち の、 あの支援があって、多分ベンチャーの、 あの立ち上げられたんだと思います。じゃあ今のような話で、私ご紹介は今のことで、あのすぐにあの野本さんのお話に移らせていただこうと思います。どうもご清聴ありがとうございました。